さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。大綱の剣具、クローゴ様、友をお助けください。クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。ありがとうございます。大綱の村に。大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる。村は死の影に覆われていた。鬼の犬はクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。何をそれだ。ありがとうございます。恐ろしかった。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪ども話してました。恐ろしい響きで聞き取れた。火の少量が遠くからクロードのことを見すましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。
サロアド。天狗はフルデラから来たようです。それとホラ、ホラにはお気をつけください。ありがとうございます。クロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道に急ぐ。天狗の生まれる地を探すため。天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。